一気にこっからこうだよね。その人のスイングってどこに構えても変わらないんですよ、実際。早めに打つ方の準備をすればゆったりと見えるっていう。意外とバッティングって時間との勝負なのかな。ノイズノイズパーフェクト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 。さあ宇野さん、今日はですね、はい、バッティングフォームについてちょっと聞きたいんですけども、あ、フォームね、はい、で一番聞きたい内容っていうのはこのフォーム改造みたいなことが、まあ、よくあるじゃないですか。宇野さん自身はしましたよ、はい、落合氏がしてから。ああ、はい、それは見よう見まねでね、はい、ああこういう間合いの取り方があるんだみたいなね、感じが。それまでは足をバーンと上げて、はい、単純に上げて打ちに行ってたっていうイメージなんだけども、はい、その感覚を少しこう変わったなっていうのはありますよ。こう足の取り方っていうかタイミングが変わったっていう感じですか、その間合いを変えることっていう。そうだね、変わりましたね、うん、その打つフォーム的にその打ち出しがどうだとか打ち終わりがどうだっていうのは多分、はい、スイング自体は多分変わって当然変わってないとは思うけども、うん、その感覚ですね、その間合いの取り方とかね、はい、うん、やっぱ落合さんが来てやっぱそういうバッティングの理論の話よくされたって。あ、よくね一緒にこう、はい、ゲームが終わった後に、うん、よく野球の話ばっかりなんですよ、はい、ご飯食べてる時からね、はい、だからそういう話はよくしましたよ、うん、まあ、宇野さんのその現役の時のそのバッティングフォームって、まあ、その僕はすごく独特だなっていうふうに思ってたんですけど、あのフォームをこう確立したっていうかこう固まったのはもう高校時代からそういう、あ、そう、ね、ほとんどあの打ち方だったのか、うん、あの高校時代のものがそのまま多分プロに入ってきて、はい、この辺に構えながら最初ね足を上げて打ってたというのは、はい、誰々がこうしろとかああしろとかって言われたわけでもなくて、はい、このピッチャーが投げてくるボールに対して打ちに行ってそれがそうなってたというだけで、うん、作ってここに手を持っていく、ここに持っていく、ここに持って、はい、それはなかったです、はい、ただ打つこの前もちょこっと話したかもしれないけど打つ前のこの、あのアクション、はい、アクション的にはこう腕が下がってから上がってきて、うん、はい、はい、打ちに行くんだよとか、うん、そういうものに関してはある程度、ああそうだよなっていうような感覚でいろいろやったことはあるけども、うん、たまたまそのここにバットがあったという感じですかね、はい、ノイズノイズノイズパーフェクト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 。こう今のこのドラゴンズの選手、まあキャンプからいろんなことを試しながらこうシーズンに入っていくと思うんですけど、うん、その見た目的にそのバッティングフォームが変わる人っていうのが例えばこれシーズン中とかであったりするじゃないですか。っていうのはやっぱりこう、まあ、それは性格の、うん、まあ、本人の選手の性格もあると思いますけど、例えばその調子が悪いからそうするのか、それともそのさらなる高みを目指すためにそうするのか、それをしかもシーズン中にやるっていうことに関しては宇野さんはどう思います？ああシーズン中にか、はい、まあ、キャンプからねあの何ヶ月かしてずっと作り上げてきたものであれば、はい、まあまあただね、はい、その人のスイングってどこに構えても変わらないんですよ実際、うん、その肩に担ごうがこう持とうが、はい、あのこうやって中に入る、よくこうバットのヘッドがこうピッチャーに入ったらどうこう言います。それは早めに戻ってくればいいわけ、はい、バットがうまく出るような感覚があるとか自分に あこれあったなとかいうふうな感じを持てば別段いいんで、うん、勇気、うん、がいると思うんですよ ね、 そうね、その絶対さっきねちょこっと話したこうやってバットがこんだけ上がるだけでもこの感覚だけでもだいぶ違うと思うんですよ感覚を変えるっていうのはね、うん、だからジャイアンツのマルがね、はい、調子良くなった時にすごくこのヒッチをしたわけじゃないですか、はい、すっごい変わりようと思うんですよあれは、うん、でも成績がガーン伸びて、はい、それがもうねあったからいいわけで、今年はだから変わったのは福ちゃんがね、はい、少し肩に担いで変わったように感じてるけどスイング自体はね変わらないんですよ。まあそれがうまくバットの出が良くなったっていうのはね、はい、なったから多分ホームランも出たり、はい、自分に上がってきたんだろうけどね、うん、だからそれはそれで別段悪いことではないしね、はい、これから研究しながらそのまあ間合いの取り方、足の上げ方、すり足、うん、やり方はいろいろあるからそれはそれで自分に合ったものは探していけば、はい、ああ いいんだってね、はい、ただ上から振るか
下半身をどしっとして振るかとか、いろいろな考え方があってバッティングってね、はい、18.44 メートルを 0.4 秒で来る中で判断をしながら打つわけだから、うん、それは3割打ってね、高打者っていうのはそれは当たり前かなっていうぐらいのものですよね、うん、その中に変化球があったりする、うん、その 0.4 秒をいかにこう長く見せるかっていうのは、あの、ま、真っ先に見せるっていうのは早めに打つ方の準備をすれば、はい、ゆったりと見えるっていうね、うん、大昔のね、川上さんが止まってみたっていう、はい、ではかなり早くこう準備ができてると思うんですよ、うん、ボールに対してね、はい、その辺のことそうですよね、ことが止まって見えるぐらいの早く準備ができて、うん、どのボールにも対応ができる、バットの操作ができるとか、はい、だから意外とバッティングって時間との勝負なのかなっていうね。なるほど。ノイズパーフェクト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 。まあ今、まあ、僕がこう疑問というかって思うことの一つに、宇野さんの時代にそこまでいたかっていうとどうだろうって思うのは、やっぱオープンスタンスの人が多いっていうことと、ピッチャーで言えばそのマウンドのプレート、うんうんうん、プレート踏む位置をもう今いろんなところ真ん中に踏まないじゃないですか、一塁側だったり三塁側だったりっていう、それは極端に多いなっていう。オープンスタンスにしてるっていうのは、オープンスタンスにしていれば打ちに行く角度がこうなるんで、はい、開かないってことなんですか、うん、でこうやって真正面にピッチャーを見ながら打ちに行くんで、こう開きにくい、うん、こう最初から小さく構えて開くんで、あれは開いてしまうんで、はい、っていうことの理論で、うん、まあ間違い、まあどの打ち方も間違えてはいないと思う、だからいい方向なんじゃないですかね、はい、別段悪くないと思いますよ、うん、開きながら打ちに行くっていうのは、はい、でもピッチャーのプレートの踏む箇所に寄ってっていうのは、その彼 の, そのピッチャーの投げやすいところなんじゃないですか、それは、まあ、角度のつけ方、それ左ピッチャーで例えば一番ファースト寄りの踏んで、はい、右バッターのインサイドにクロスファイヤーというね、はい、よく言うものが投げやすくなるという、うん、僕なんか一番最初の印象はやっぱり小林正人が、あの広報の、うんうん、小林広報が現役の時に、まあ、サイドハンドでさらに一塁側に立つので、うん、っていうので、あ、プレートこんな風に使う人がいるんだっていうのを初めて知った、うん、昔スライダーの投げるときには右方向、あのシュートを投げるときには逆方向みたいな人がいましたけど、はいはい、それでは分かるっちゅう、分かってしまうっちゅうね。まあいろいろ、まあプロ野球だから、はい、いろいろそれは考えてやってますよ、みんな。いろんなこと打つこともね、いろんなことこうしたらいいかああしたらいいかってね、練習をしながら、あのいろんなことを試しながらね、試しのその大きく変えるんではなくて、はい、マイナーチェンジ的な人はいっぱいいると思いますよ、うん、まあ、それがやっぱりプロっていうことですね。ああ、もうそれでいいところを探して決まればそれでやっていくというね、はい、うん、はい、球数制限、球数制限ね、はい、当時のね、宇野はもう当然先発完投としか知らないわけじゃない、はい、だからそういう無知なじゃなくて、これから今言ったように高校野球から中継ぎ抑えっていうふうにシステムになっていくんだな、高校野球変わってくる感じはね、はい、その辺はもしかしたら面白い部分なのかなっていうね、はい、チャンネル登録お願いします。